フライデー6チャンネル、今日はですね、取材で在東京してるんで、在埼玉で、いろいろ仕事がありまして、ここはなんか連れ込み宿みたいなところですね。いや、いかがわしいことはしてませんよ。いかがわしいことをすると暴露系 YouTuber に暴露されてしまいますからね。今、18歳未満の方と、そういう性的交渉をすると、条例で持ってかれちゃうんですよね。今日、ちょっとね、埼玉地裁寄ったんで、強制性交罪の、訴訟があったんで、ちょっと傍聴してきたんですけど、いやー、厳しくなりましたね。未成年と知っててやると、条例でまず引っ張られて、多分その被告以前に前科があって、まあ言ってみればロリコンなんですよ。弁護士がなかなか面白い方でした。こうロン毛で、革じゃなかったかな、こういうちょっとダウンのジャケットを着て、これ筋肉隆々として、ビシッとベストを着てるような方で、おお、ドラマに出てきそうな、弁護士来たーって言うんですけど、結構言うことが過激でした。あんたロリコンですよ、それって。あんたの性癖私は理解できませんってね、弁護士、まあ多分パフォーマンスでしょうけど、そう言ってまして。だから前回、条例で捕まっちゃったんで、気をつけてたらそうですけど、またやっちゃった。で、条例でやられるかと思ったら、今回は、強制性交罪、まあいわゆるレイプですね。弁護士さん言ってました。あんたなんでそこに座ってるかわかりますか？強行犯ですよ。レイプですよ。でもね、どう考えても話の内容を聞いて、同意がある上で、そういう行為に及んでるとしか思えないんですよ。と思うんですけれども、判決は3月の末に出るのかな？3月の、次が何日だったっけな？俺、メモ用紙忘れちゃったんで、ね、こういう時、こういう電子メモは使えないんで、ノート必要なんですけど、プラッと立ち寄ってね、やったもんで、これただの Wi-Fi ですから、見てるふりしてるだけですから。判決は3月だそうです。はい。だから、多分、焦点はどうでしょうかね。女子高生の側はやっぱり厳しい高校に通われてたみたいで、同意の上とはいえ、そうやって条例で引っ張られ、相手方が条例で引っ張られると、大人相手にそういう行為に及んだということ自体が、今、コンプライアンスに、コンプライアンス昨今うるさいですからね、ね、言われてしまうっぽいですね。で、いろいろ考えさせられる内容でしたが、それだったら強制的に襲われたということにすると、退学を免れるのではないかという部分が、結構、弁護側の焦点になってたような気がします。検察側はこれあんた強行だろうみたいな話ですけどね。いやー、でも内容からしてどう考えても同意と取られてもおかしくねえような気がするんですけれどもね、私からするとね。はい。そんなんで、18歳未満の、あと言ってました、警察、検事さんが。18歳未満同士であっても、そういう性的行為に及ぶ場合は、結婚前提じゃないといけないらしいです。そうでない場合は、未成年同士であっても条例で引っ張られてしまうと。そういうこともご存知でしたかってね、一応検察官聞いてましたんで、はい、いろいろ厳しくなりました。今西川口にいます。お前宅配呼んだろって。呼んでませんよ。うちの会社にそんなに経費があると思いますか。本当にね、宅配呼べば楽しい街だったのに。宅配呼んでるお金がなかったからしょうがない。ただで映画を見ようと思って、埼玉地裁に行ったんですよ。
でね、話、ことのね、とどのつまりでございます。はい。またね、変な領収書を切ってるとね、こういう眼鏡をかけた経理の人に、何ですか、この領収書は。こういう領収書を持ってくるのはあなたと社長だけです。みたいなね。そういう領収書を切るお金もないわ。はい。ちょっとね、今日は東京のクライアントさん巡りをしております。はい。ちょっと中日だったんでね、たまにはというので裁判の傍聴も行ってきました。民事ももうちょっと見たかったんですけどね、出遅れちゃった。意外とね、裁判所ってね、傍聴してると一日過ぎちゃうんですよ。いろいろね、やっぱね、最新のね、法的解釈のね、情報とか知れるんでね、おすすめです。上田のね、裁判所なんかだとね、あまり一日に何件もないんだけど、さいたま地裁だといろいろね、さいたま地裁クラスになると一日こういろいろ見て回れるだけのボリュームがあります。やっぱりね、訴訟のデパート、東京地裁が一番いいんじゃないかななんて思いますが。はい、またお会いしましょう。さようなら。